はい、みなさん、こんにちは、チーム・ハロンズ・黒川です。オーストラリア奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、二時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中。一目均衡表トレンドレースの状態。ストーキャスティックス買いシグナルが点灯ということで、はい、二時間足ベース。顕著な推移を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間シボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す回転線21本移動平均線上昇傾向を示しておりまして、ローソク足シと言いますと、はい、 プラス2シグマラインレベルを推移しております。2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、そんな中、教えた系ストキャスティックス、新たな買いシグナルが点灯しております。さらにや赤いラインの %D ライン、鋭角に上昇しておりますので、かなり強い買いシグナルが現在点灯中ということです。はい、2時間足、一目均衡表です。ローソク足が雲の中に入っておりますので、トレンドが出ておりませんが、まあ、短期症の赤いラインの転換線が鋭角に上昇しておりまして、か、まあ、いわいやつかず 強い状態さらにはローソク足が現在、雲の上限、上抜けトライ中ということで、終わりのベースでこれ抜けきったら、買いに勢いがつくと考えております。 はいそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはい二時間足一問均衡表転換線レベル92円の90レベル92円の90レベルですねまあこのぐらいですはい続きましてレジスタンス、えー、レジスタンスラインですね日足の21日移動平均線レベル93円の80レベル93円の80レベルと考えております はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ、92円の90レベルから93円の80レベルということです。ポイント、高止まり、底堅い動きかというところで、そうですね、オーストラリアドル円なんですけれども、高値水準で推移をしておりまして、まあ、そんな中、えーと、2時間足ストーキャスティックス、新たな買いシグナルが出ておりますし、はい、2時間足ボリンジャーバンドですね、こちらも。 はい、上昇トレンド進行中ということでさらには2時間足1問均衡表についても、まあ、現在トレンドは出ておりませんが短期表の赤いラインの転換線鋭角に上昇しておりまして、まあ、買いバイアスが強い状態さらには現在ローソク橋は雲の上限を上抜けトライ中ということでこれ終わ終値ベースで上に抜けきったら買いに勢いがつく状態ということなんで、はい、本日ロンドン市場のオーストラリアドル円なんですけども 今の堅調な推移を予想しております。本日は以上となります。